三崎稲荷神社は東京都千代田区神田三崎町にある神社。創建は鎌倉時代の研究年間より前と伝えられる。室町時代中期には本郷にあったことが確認されているが、その後何度か移転を繰り返し1905年に現在の場所となった。三大将軍徳川家光が崇敬し、登場する大名は必ず参拝し心身を清めたことから、 清めの稲荷とも称されている。この神社の創建時期は不明とされるが、社殿などによれば、研究より、前の人南頃、または、研究の頃と伝えられている。当初は、武蔵国豊島郡三崎村の陳寺として、神田山の山陸部に祀られたとされる。小田原の北条氏が江戸城にいた時期、北条氏綱がこの神社を、御事修したと伝わる。 1524年正月、宇治綱は、数千歩に及ぶ社地を寄進した。その後、北条氏は1538年に社殿を作っている。1590年、徳川家康が江戸に入城した。家康は、江戸の開発を計画し、神田山を崩して、埋め立てを始めた。当時海だった銀座や日比谷は、この時期に陸地となった。この埋め立てによって、三崎稲荷神社は、 現在の文京区公楽に移転した。二大将軍、徳川秀忠の時期には、神田川の流路付け替えによって、社地内が掘り割りとなったため、東南方に移転した。三大将軍、徳川家光はこの神社を数形したため、参勤交代などで途上する大名は必ず参拝し、心身を清めたことから、清めの稲荷とも称されている。1659年、 神田川海州に携わっただけ家の家臣、原田海が工事の成功を願って、名刀を奉納したという社殿が残る。三崎町という町名は、1872年に付けられている。その由来は、この神社にあると推定される。三崎という名は、三崎から来たものと言われる。それは、かつてこの地域が海沿いだったため、三崎の部分に神社を誕生したものという。 同年11月には、孫社に劣勢られている。当初の社殿は、神田川南岸の土手上に鎮座し、江戸名所図にも取り上げられていた。現在の地に移ったのは1905年のことで、後部鉄道を万世橋まで延長したためであった。その後関東大震災、昭和期の太平洋戦争によって、本殿を残して建造物はすべて消失した。現存の社殿は、 1963年に復興増営したものである。三崎稲荷神社は、家光や大名たちの故事によって、旅行安全の利益があるとされる。かつて、白瀬信は南極探検に出発する際、この神社のお守りを携帯していた。そして探検出発前に、大熊重信邸で開かれた、決起集会の時には、重信の妻が隊員たちの無事を祈り、真綿の直帰に、 三崎稲荷神社のお守りを縫い付けて全員に渡したと伝わる。お砂守りは現在でも旅の安全のために神社で授かる人々がいる。三崎稲荷神社の行事は、宮司を中心に、宇じ子総大会や宇じ子青年会が運営に当たっている。特に、節分祭や礼祭、福餅つきなどには、宇じ子のみならず多くの参拝者が訪れるため、宇じ子組織が行事の事前準備。 警備に大きく関わることによって継承されてきた。主な祭事、年中行事は以下の通り、霊体祭では2年に一度5月に開催され、御子吐樹が行われる。この霊体祭は神田祭りの本祭がない年に開催され、宇治子町会新予の連合吐樹や本社大御子が宇治子青年会に担がれて宇治子旧町会をめぐり、宮入りを行う。 産経者が手や口を清めるために使った江戸時代後期の水盤一揆が現存しており、2014年に千代田区指定文化財となった。この水盤は神田の商人二名によって奉納されたものである。文化財指定されている水盤、ありがとうございます。